どうしようかね。周遊で攻めるのもいいんだけども、劉表とは手を切りましたんで、劉表と劉璋ダブル攻略でいきましょう。劉備がいるからあまり大軍が動かせないんだよね。し、これは長領使ってやる。かっこいいんだろうな、この連盟だったら。引き分けで終われよ。工作一つずついきましょう。わかんねえんだよな。じゃあ次はこいつにしよう。
いや、最後また寝返られてもめんどくせえから。そうしよう。しゃあ。逃げなさい。さ、劉璋が滅ぶのが先か、劉璋が滅ぶのが先かって感じですね。ではまた合戦行きましょう。もう二つの国どっちも追い詰め、ほぼほぼ追い詰めてますんで、まあいつでも落とせるのかなっていう感じに なりつつありますけどね。どうやら伏兵はいないみたいなんで、どんどん行きましょう。
もうどうしようもないですもんね。よし、100か。と特化したら。ここは大事な国だね。ちょっと落ちてやばいやつ。みんなそれなりに大丈夫か。まだ戦う可能性がある場所だから、しっかりと連れてきましょう。それでは、一応降伏勧告でもしてみましょうか。両方とも追い詰めましたんで。多分、こっちの方がやばいはず。いや、そうやって命に上がらない方がいいよ。今日がどんだけ言うか知らんけど、いけるでしょう。はい、というわけでして、一気にガガガッと進みましたけど、劉璋追い詰めて降伏、劉璋も追い詰めて降伏ということで、もう残った敵は劉備と長魯という状況になっております。次回がおそらく最終回になるかな。もうちょっとかかるかな。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。